はい、どうも、楽しいご飯の時間です。いや、今日はですね、マクドナルドさんです。マクドナルドさんで見つかってきました。その前にこちらです。いやいや、乾杯、乾杯、乾杯、いただきます。ああ、おいしい。まだ暑いけどね。まだ暑いですけど。今年も季節になりました。ありがとうございます。結構楽しみにしてます。これはもう正直言って。これ3つですから。1個目はまあこれですよ。1個目はね。まあそんなまあいいか。これはちゃんと、もういつものやつですから。いつものやつだからそんな、まああれだ。いただきます。うん。ちゃんと美味しい。うん。やっぱ美味しいわ。やっぱ美味しい。チーズつくね。金のやつも買いましたからね。ちゃんと、もちろん今年はそれですから、今回はそのために買ってきたんですから。そのためじゃないんだけどね。それが食べたくてまあそれだけじゃないんだけどね。本当正直言うとそれだけじゃないんですけどね。美味しいな。あっ、秋、秋ね。僕の島の同級生にひろあきってのがいますよ。で、あといとこ、同じ年のいとこ、としあきです。その秋じゃないんだけど、うん、あー美味しい。やっぱこれでたまに食べるハンバーガーが美味しいことね。毎日は食べてないですよ。毎日はしょっちゅう食べてないですけど、美味しいことです。また1個挟みます。1個遊びますよ。これも僕がもう最近マクドナルドさんならじゃあ一番好きだって言っている、これも本当にそうなんですね。グランベーコンチーズ倍です。グランベーコンチーズの倍です。このようになっております。非常に素晴らしいです。これはもう間違いなく美味しい。本当美味しい。香りもいい香り。うん、バンズも違うし、あー、おいしい。うん、いや、ほんとおいしいわ。この倍ができる時代ですよ。時期にあのダブルクォーターパウンダーチーズがあればな、ダブルクォーターパウンダーチーズがあればな、ダブルクォーターパウンダーチーズがあったらな、まだ生き残ってくれてればなっていうのは本当に感じるよ。本当にダブルクォーターパウンダーチーズの倍ができたな。うん、どんだけすごいことになったか。あれの倍がいたら今の一口でベーコン全部食べちゃった。
マクドナルドさんのダブルクォーター、もちろんこれも美味しいですよ、もちろんこれも美味しいんだけど、パウンダーチーズ復活してほしいなっていうのと、あとホットモトさんの豚キムチコンビですよ。豚キムチコンビ、なぜと、これもう1個で栄養満点でいいぐらいなんでしょうけどね。っていうかほんとこのバンズ美味しいんだよね。バランスが非常にいい。うん、僕は5個もこのクラスをね、5個も10個も食べたりするような大食いはできませんけれども、美味しくいただいてます。そしてです、今年はこれらしいですよ。今年はね、金の月。おお、色違うね、全然違うね。あ、全然違うね。ほほう、うわうわ、美しいね、美しいね、非常に美しいね。色全然違うね、これ。もう全然色違うね。これはすごいんじゃないの。もうこのチーズの色もなんか違うない？え、いつもこの色？いやいやいや、違うでしょう。この色じゃない。はあ、いい香り、優しい、優しい香りがしますよ。こんな色じゃないと思う、絶対に。いいね、綺麗だね。いや、ほんと綺麗だね。いただきます。チーズこんな色じゃないでしょ、いつも。不安ときた、不安ときた。うん、うん、あ、いいね、いいですね。うん、あ、いいじゃない。うん、うん、あ、いいね、いいね。マスタード、このマスタード、あ、いいね、入ってるとこいいな。このバンズ、味もいいけど食感もいいね。ちょっとプカプカって言うんですよ。プカプカ、プクプクじゃなくて。うん、これはいいよ。
3つも食べたら大満足だ。もうこの食感だわ。マクドナルド3個、マクドナルドハンバーガー3個、もうこんだけでっぱらになっちゃった、チーズ月見バーガー、グランベーコンチーズだったかなの倍で、金月見だっけ、金の月見バーガー、今日も今年もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。